い、おはようございます。2022年12月23日ですね、金曜日。まあ世間ではというか、まあニュースではね、日本海側大雪ということで、今は新潟市南区から、新潟市西区の方に向かって、走ってます。右側にね、うっすら見えてるのが上越新幹線のね、ガードです。まあ現在朝5時、5時ちょいすぎですね。まあ、朝のね状況は、まあ、それほどね、とりあえず雪は積もってはないんですけど、まあちょっと横殴りの、なんていうかな、あられみたいな感じのが降ってはいますね。あんまり積もんないんですよね。あんま積もる感じじゃないというか、まだ本当道路にはうっすら積もってるかなっていうところで、まあ全然道路は、まあ、異常なく今のところ走れるけど、まあでも今日はね、日中とにかくかなり降るという話になってるんでね、まあこれが朝の状況でございます。夜帰る時もね、まあ多分8時過ぎぐらいになると思うんですけど、夜帰る時もどんな感じになってるか、まあ変わんなかったら撮らないかもしれないですけど、まあ著しく変わってればまた夜の部も、帰宅編も撮ろうかなと思ってるんですけど、今出勤編ですね。まあとりあえず、でもまたあれですね、今回も、新潟市の中心部に向かえば向かうほど雪が多くなっていくような多分パターンかもしれないですね。南区のね、まあうちの近辺はまだ道路白くなってなかったんですけど、だんだん道路が白くなってきたんで、まあ向こうに向かうほどやっぱり早くから降ってたのかなっていう感じでございますね。この辺も白いもんね、まあ、横殴りの雪ですね。現在こんな状況でございます。うわー、でも寒そうだしひどいね。本当にこんな日には本当仕事にも行きたくないというか、冬の天気ですね。まあ、ところどころまたね、撮ったり止めたりしながら、最終的にまあ西区の、まあ、黒崎近辺ですねまで見てみようと思います。まぶそう。そしてこの辺は、まあ、西関区ですね、片東っていう住所のあたりかなってとこですけど、まあそんなに変わんないかなってとこですね。まあ今回は同じぐらいかもしれないですね。でも、まあ、ひどい。昨日一日ね、雨だったりしたんで、かなりね、雪は減りました。道路脇にね、これ除雪して寄せられてる雪なんかもね、かなり少なくなったというか、昨日一日で相当溶けた感じになります。まあまた、今日明日にかけてね、かなり降ると言われてるんで、まあまた降り出しに戻るというか、また雪の傘が増すのかなっていうところですけど、寒いです外は。そしてこの辺は新潟市西区になりますね。今越えたのが新しく作っている中央環状道路を越えたところ、その先が左側にね、緑と森の運動公園っていうね、大きな公園、野球場があったりね、大きな野球場があったり、サッカー場があったりするような、複合型の運動施設のあたりなんかも雪がちょっと増えてきた感じがしますね。やっぱりこう中心部に向かうほど雪は増えていくような感じの、今年はね、そういったパターンでございますね。こう車の腹下のあたりのね、こう輪立ちになっているところの雪がまあ多い感じがしますね。この交差点からね、左に曲がっていく車が圧倒的に多いんで、まあここから先こうね、ポツンと1台僕だけになることがね結構あるんだけども、今日はでもこの5時過ぎぐらいにしては
交通量がやっぱ結構ありますね。ここまでもねずっと前後に車がいた感じだったんでね、この5時台のね前半にね、あんまり車がいることなんて普段ないんだけど、みんなおそらくね早く早め早めのね出勤という感じで早めに向かってんでしょうね、おそらくね。まあ、僕もそうなんですけど、今日は本当に、まあ割とねなんだかんだ言ってこれで順調に来れちゃったんで、ものすごく早くね出勤時間より早く会社に着いちゃいますけども、まあ会社でね、まあとりあえずシートでちょっと目を閉じて、ね、出勤10分前ぐらいになったら行こうかなと思いますけども、相当早くに着いちゃう感じで、50分前ぐらいに着いちゃうかな。だからまあね、会社の駐車場で40分ぐらい寝れるかなっていうところでございますね。まあとりあえずね、こうわんさか降ってるって感じではなく、今はパラパラだったりするかなっていうところですね。外はでもすごく寒いんですけどね、風が強いですね。どんな感じの一日になるのかちょっとわかんないですけど、でももうね、政府が不要不急の外出を避けてくださいっていうぐらいなんでですね、新潟も含め、まあ、日本海側のね多分全域だと思うんですけど相当降るって言われてます。得てしてこんな時はね、まあ、大したことなかったりすることもあるんだけど、ね、まあ、大したことないといいなっていう、ね、ところでございます。左側がね何度も放送したことのある騎馬場公園ですね。もう駐車場全く入れない感じになりますね。駐車場は除雪しない、ね、感じの、まあ、公園がねもう完全に雪で埋まっちゃってるんでね、公園としてもまあ遊べない感じだったりするんで、駐車場も必要ないかなっていう感じで多分除雪しないんだと思うけど、そんな感じでございます。まあ一日どんな感じで積もるのか分かりませんですけれども、まあこれもね23日朝の状況を投稿して、そしてまた帰りもねどうなったか、帰り道もね撮ろうかなと思っております。とりあえず、まあ、職場が近くなってきたんでですね、この辺でですね動画は、締めようかなと思っております。はい、ぜひチャンネル登録、グッド評価、コメントなどなど入れていただけるととても嬉しく思います。皆さんも一日お気をつけて、滑ったり転んだり、しませんようにね、雪道のあとはね、運転なんかもですね、気をつけていただければと思います。はい、ここまで岡本一郎がお送りしました。また別の動画でお会いしましょう。バイバイ、いってらっしゃい、行ってきます。